マルサンホビー動画チャンネルです。長谷川限定生産品1/72ベル AH1S コブラチョッパー2018-2019、明けのスペシャル2期セットになります。こちらのモデルは、このカラーリングともう一つのカラーリングで作れる2機の、コブラが入っています。で箱の中を開けてきますとこのようになっております。ちょっとまあ同じ、キットが2つなんですけれども、まずこのボディ、機体の方は、全長が、大体19センチくらいです。そしてまあ、これに1機分のパーツが全て入ってますので、まあ、あのローターとかあとこの辺がキャノピーですね。で、まあこれがスキットとかです。で、ここにパイロットが2人入ってたりします。で、これがもう一つ同じものが入っています。そしてこれがデカールで、この2種類のカラーリングが作れるようになっています。これでパーツは以上になります。でこちらが説明書になります。ここのちょっと白黒の写真ですが、まあ、こちらのカラーリングか、まあ、こちらのカラーリングの、2機が作れます。でこの下には、この機体の解説が書いてあります。そしてよいしょと説明書をまず開いていきますと、こちらがまずパーツリストになります。そして、こちらがカラーリストになってます。これは、クレオスの水星ホビーカラーとミスターカラーでの記載になってます。そしてあとは制作アイコンの見方が書いてありまして、で制作の方はまずあのコックピットから、なります。パイロットと、まあ、シートをセットしていきます。でその出来上がった、コックピットを、ボディで挟んでいきます。でこの時に、コックピット周りやあの下の走行板などとかを、作っていくようになります。で次に、スタビライザーウィングと、テールローターをつけていきます。そして、下の方、ところになりますけど、3連の機関砲ですね、これを組み立ててセットし、あとスキットなどを取り付けていきます。で、ボディには一部ちょっと穴開け加工するところがありますのでご注意ください。で、次に、武装の方なんですけど、2ミサイルシステムと、あとロケットランチャー、そちらを組み立てていきます。そして、こちらコックピットの、キャノピーですね、それを取り付けて、で、スタビライザーウィングの下に、武装の方をつけていきます。で最後に、メインマストにメインローターを、セットしまして、機体の方にセットすれば完成になります。そして、こちらの方が、カラーリングと、あとデカールを貼る位置が書いてあります。こちらがまあ1番のカラーリングとこちらが2番目のカラーリングになります。そしてこちらの3色迷彩の方なんですけれども、ですね、この茶色い部分のところはこのミスターカラー19番と310番を50対50で混ぜた色になります。そして、緑色の部分はこちらのミスターから320番を使います。そして、黒いところは、この33番艶消しのブラックを使っています。このような3色迷彩になります。はい、でこちらのようなあの新製品を、続々紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。